はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。で、今日はですね、ダンボール12の、中華式と、あと、14の中華式ですね。プラス、それの11バージョンはこんな感じかな、みたいなところっていうのもちょっと見てもらいたいというふうに思っております。で、やっぱ中華式というとですね、タウンホール14で今すごく流行ってる印象があります。14の陸攻めをする上において、この中華式がやっぱりかなり、前回取りやすいんですよね。まあ、そもそも中華式何っていうと、ペッカスパビズを中心部に流し込んでガツンと削るタイプの攻め方を言うんですけども、俗にね、中国の方がよくやってるんで中華式って名前がついてるというとこなんですが、まあ、早速ですね、動画の方見ていきながらお話をしていきますかね。で、まあ、さっき言ったように、まず1本、タンフォル12の中華式を見ていきましょう。こんな感じになるってやつですね。まあ、言うほどですね、数はすみませんなくて、この1本だけになっちゃうんですね、12は。で、他は11のパターンだったり、14パターンっていうのを、まんべんなく見ていこうと思うんですけども。ですね、まずこれ、クイヒーパターンで入っていく、中華式。これっていうのは、タンフォル14でも使える。でもね、りょうさん、これあれですよね。14で中華式を使っているから、このパターンでいってるのかなっていう気もちょっとしますね。クイヒーでもって、序盤のカットをしていってからの、スパビズ、ペッカスパビズを入れていくっていうパターンですね。で、これですね、本当は防衛具の処理とかタンフォル処理までクイヒーでできるといいんですけども、できない場合っていうのは、タンフォル処理とかは、ペッカースパビズに任せるっていう手もありますね。今回の、りょうさん、きっちりアーチャークイーンをぐるっと回らせて、これうまいですね。タンフォルの方に、アーチャークイーンを入れていきます。で、さらに、後ろからペッカスパビズを加えていって、この形ですね。タウンホールのところにペッカスパビズやっぱ流し込んでいくパターンになっていますね。で、レイジをかけて今トームがかかってるんですが、ちょっとね、タウンホールに到達するのが遅かったせいで、スパビズが全部焼かれるんですね。タウンホールの爆発面して。これは、あっちゃーっていう感じだったと思うんですけども、こっから強いのがやっぱりね、ペッカスパビズのペッカですよね。ペカヒーの形になるわけですよ、この部分から。で、レイジーヒーラーでペッカが延々とこう回復し続けているところに後ろからアーチャークイーンが刺していくっていう、この形が結構強いんですよね。で、スーパーウィザードは、まあ、正味ね、最後まで生き残るパターンってそんなに、いつもあるかっていうとそうでもない気がしています。結構ね、中盤ぐらいでいなくなっちゃうパターンって多いと思うんですよね。その後はやっぱり、ペカヒープラスの、あと、ペカヒープラスのクイーンか。今日からクイーンで刺していくってパターンですね。で、これが効いてきて、全然ですね、ユニットがやられずに最後前回まで持ってかれちゃうっていうパターンがよく、見られるですね、この中華式の、形なのかなというふうに思います。アーチャークイーン、これ中心部入ったの大きかったですね。ここから全然もう手が届かないような、インフェルノとかまで全部殴り倒しちゃったんで、来週回り込んでいったペッカとか、あとまあネクロマンサーもちょっとこのマルチインフェルノにやられちゃうんでしょうけど、こいつらが生き生きしてますね。アーチャークイーン、クイーヒーの形になっているので、マルチインフェルノのダメージ多少食らっても全然やられないですね。このまま壁を殴り上げて、最終区画で合流していこうかというところですね。ペッカは2体いますが、これ外周に流れちゃったのか。ちょっとこれ惜しかったですが、ストライカー最後まで残しておいて、キングにストライカーが殴りかかってますね。これもいいですね。もうちょっとストライカー頑張ってほしかったかな、でもこれ。まあ、ペッカの一撃で、キングを落として、で、アーチャークイーンも残ってますからね。あとはまあ、時間切れもそんなに心配ないような陣容になっていて、そのまま展開という格好ですね。クイヒーからのやっぱりペカースパビズが使える方っていうのは、相当タウンホール14でもこれが、機能すると思うので、おすすめですね。12とかから始めたら結構長く使える戦術にはなるのかなっていう気がします。で、タウンホール14のパターンなんですけども、14のパターンっていうのは、ちょっとまたこれとは少し形が違っていて、おで引いて結構ね、やる方も多いですね、今。てか、おで引いから入るのが多分初級で、上級になってくると、食い引いなのかなっていう感じがします。で、慣れてくると、クイヒーのが多分全開取れるんですよね。クイーンの駆動をしっかりコントロールできる方っていうのは、ヨガさんかなが動画で紹介もされてましたけども、突撃艦イエティとかで援軍釣っちゃってクイヒーで処理して、でそこから突撃艦、そこから、ペッカスパビズを出していくっていうパターンですね。こうやるなんてこともできちゃうんですけども、その反面、
ウィヒーが思わぬところにこう流れちゃって、もう序盤で事故っちゃうっていう形になると、もうそこから先やりようがないので、今回みたいにですね、この投石機が割と壁際にこうあって、でこれをグランドウォーデンのおでひでこう狙っていけちゃうよっていう場合ですね、こういう場合にはむしろそこをおでひで殴っていってからのスパビズをするとアドバンテージがすごく大きいので、後半すごいスパビズが楽になりますね。まあ見ていてもらうと分かるんですが、相当ですね、ペッカスパビズがいい仕事をしてくれます。ペッカとスパビズの量がすんごいですね。ペッカがゴーゴーゴーって今4体5体が出てきますね。ほとんどこのペッカとスパビズに枠を抑えてるっていう感じだと思うんですが、でペカヒーの形になればそう簡単に相手のですね、スーパーガンオイル、あとはクロスボウの集中砲火にもやられないですね。ヒーラーがちゃんと、レイジヒーラーの形になっているので、なおさら伸びが期待できる。さらにトーム中にこのスパビズがガンガンレイジも効果もかかっている状態で、防衛殴りまくってくれるんで、中央部が一気に崩れましたね、削れましたよね。で、本当ですね、ペッカーたちはなるべくならタウンホール方面に向かいたくなかったんだと思うんですが、これは行かざるを得なかったっていうところですかね。結果としてもう最悪タウンホール方面に行かせてしまって、もうそれは仕方がないと。で、外周側に関しては、ロイちゃんで処理するって感じですね、こっち側。ロイヤルチャンピオンを使って残った外周側を処理、こっち側はキングで処理して、中心部を、ここですね、主力の、ペッカと、あと、スーパーウィザードを使っていくっていう感じですね。こんな感じ。やっぱり今この3段階、その1、2、3と、この3つのレイヤーに分けて攻める形っていうのが、まあ、どんな攻めをするにしてもやっぱ強いというか、鉄板になってますね。で、その一角を短期で担いのがこのロイヤルチャンピオン。ね、で見てもらって分かる通りに、これ、インビジの呪文を残して、でかつ、これ何してんだ、このね、おちょこさん。と遊んでますね、もはや。しょうもないことをまた。インビジも残ってる上に、ヒーローの能力も残ってたじゃないですか。だから、決してオデヒーのパターンでも、この中華式って、弱いかって言ったら全然弱くはなくって、全然使えますのでね、無理に食いヒーのパターンから入っていかなきゃいけないんだっていう風に思わなくても全然いいと思います。慣れないうちはオデヒーから入っていって逆走っていうリスクをしっかり抑えながら、さっきのこの青茶子さんが狙ったみたいにですね、こういう投石機とか壁際にある主要な防衛をオデヒーで削って、序盤にアドバンテージ取ってからスパビズとペッカを出していくっていうパターン、という風に組み立てていくと、結構ですね、全回率は上がるのかなという気がします。で、ですね、これのタウンホール11番っていうのが、まあ、どんな風なのっていう話ですね。ちょっとね、それを見ていきたいというふうに思うんですが、タウンホール11番はですね、11バージョンは、ですね、こんな格好ですね。ペッカプラスボーラーっていう形になります。タウンホールはもうね、攻撃してこないし、爆破ダメージもないので、普通にですね、なんだ、壊していって、まあ、それよりは、イーグル砲とか、マルチインフェとか、こういう施設ですね、いうところに対してしっかりとアプローチしていくようなプランにし、しなきゃいけないというところが違いです。で、今回は、ライトニングで相手のアージャークイーンプラスこの周辺施設を壊しながら、その外周部の部分からですね、ここからクイヒーを出していって、で、クイーンをタウンホール方面に誘導しながら、イーグル砲をまずはですね、壊すようなルートで、ペッカボーラを展開していきます。もうタウンホールがね、これ、ウィザーと言ってでこう壊せるっていうね、これがやっぱりなんか美味しさを感じますよね。なんかそのタウンホール12とか13、14やってる人からするとね。で、ペッカを出してから、後ろからボーラを出していく。ね。で、本当はこのね、ヒーラーが速攻でペッカたちにこうスイッチしてほしいところなんですけども、これでも、あ、いったかな、いや、うまいですね。綺麗にペッカにスイッチしましたね。こうなってくるとペッカがやられないんですね。もう延々と中に入って暴れまくってくれるので、外周部に流れているペッカと、あとバーバリアンキングはミッションはこのマルチンフィを壊すこと。で、もうライトニングパートでここ壊れてるので、上をキングが壊してくれて、こっちが、ライトニングで壊すから、あと中央部分ですね。こういう風にガーンと、ペッカとボーラーで破壊していくという感じになりますね。で、やっぱペカヒーの形ですよね。これが作れていたので、ペカたちが終盤まで結構ピンピンして生き残ってますね。合計3体って生き残ってるのかな、4体多分持っていたうちの3体だから結構残ってますよね。で、中心部またクイーンが、黒く残す状態で生き残っているので、もうこの時点で全開を確定かなという感じです。
アンホール11においてはやっぱりその12、13、14と違ってターンホールの処理が全然仕組みとして変わってくるんですけども、その分スーパーウィザードがね使えないという弱点もあって、まあ、その代わりボーラーを使うんですが、そうすると一番大きな違いはですね、スケルトントラップの処理と、あと、スーパーガンオイルとかその空の防衛軍ですね、こいつらを、あとはあれもそうかな、ラバハウンド、空の防衛軍を一瞬でスパビズがバーンって焼いてくれるっていう、あのね突破力がないんですね。なので、そこに関しては少し相手の防衛がなんだ、あれ、ラバハウンドとかだった場合には少しクイーンが仕留めされちゃうとか、いうデメリットがあるのと、あと、やっぱ、投下弊社とね、キングで外周削るのがすごく大事になります。13、14と違って、ロイヤルチャンピオンがいないので、まあ、そこに対するケアですよね。投下弊社、プラスホグライダーとか、まあ、そういったね、組み合わせ、いろいろ工夫してやっていく必要があるのが、11、12の、まあ、難しさですかね。まあ、12になったらスパイズが使えるんで突破力はあるけども、やっぱロイちゃんがいないんで、やっぱ外周の処理っていうのは少し難しいし、13、14になったら、まあ、全部使えるんでね、まあ、比較的自由度は増すんですけども、まあ、一個一個の呪文とか、あとはユニットを出すタイミング、能力の発動のタイミング、そういうシビアさはより増していくという格好ですかね。最後にもう一本だけ、タンフォール14を見て終わりにしたいというふうに思います。はい、このパターンですね。カラーさんがやってる TH コンプリーターさんのアタックになってくるんですけども、突撃艦でタウンホールを落としてしまってからの中華式ですね。ね、これがね、結構いいですね。トリネットラップがあっても、ちゃんとレイジを当ててあげることによって、まあ、ミニエティとかでね、もうタウンホールが落とせちゃうんですよね。で、これができてから、クイヒー展開、プラスの、ペッカスパビズっていうパターンになってくるんですけども、まあでもですね、やっぱり、ペッカースパイスの怖さっていうのもちょっとね、多分これは見れると思うんですね。ちょっと見てほしいんですが、まずはクイヒーですね。展開していって、クロスボウのターゲットを取られるところ。で、ここで壁を開けて、多分ね、このタンホールがあったところに入れたくなかったんですね。こっち側に入れたかったはずで、本当はなんならもう一層、スーパーボールブレーカーで開けたかった。ここを多分ね、開けたかったと思うんですね。ここを開けたかったと思うんですけども、一個スーパーボールブレーカー無駄遣いしちゃったんで、そこが少し乱れてしまいまして、これが起こったことによって、この後の展開に少しね、変化が生じるんですが、まあ、それも見ていってもらいたいと思います。結果を出して、後ろからスパビズ。で、外周にはキングが今歩いてますね。後ろからグランドウォーデンを当てていって、レイジヒーラーでクイーンは今回復を受けている状態ですね。やっぱりね、この壁をね、ペッカが殴っちゃっているんですね。で、ここで足止めを食らってるうちに、イーグルの着弾を受けて、スーパーウィザードがやられるみたいな感じになっちゃってる。で、別のスーパーウィザードとペッカーも壁の中にもう入っちゃってるって感じで、分断されちゃってるんですね。で、このね、分断をされちゃうと、やっぱ火力が分散するので、なかなか突破がしにくくなること、プラス、多分おでんのね、トーマが若干遅れて、ペッカーがだいぶですね、防衛軍とかに焼かれちゃったんですよね。で、こうなってきちゃうと、ペカヒーの形がもう作れなくなっちゃうので、はい、こんな感じ。死ぬ駅のペッカが今ここでやられちゃいましたね。で、残ったのは、バーバリアンキングと、ロイヤルチャンピオンプラスグランドウォーデンっていう感じになっちゃうんですね。これアワヤでしたけども、最後ね、グランドウォーデンがかなり、いい仕事をしてくれて、助かったところがありますね。イーグル方向で壊してくれて。で、さらに、ロイヤルチャンピオンも最後このフリーズに乗っかって、かな？あれ使わないのこのフリーズ使いますね。フリーズに乗っかって、マルシンフェルノを前回まで持ってったんですけども、見てください。これペッカスパビズいないですよね。だからその頭部のタイミングを、この壁にね、阻まれた、ペッカたちが入ってくるのをおそらくカラーさん待ったと思うんですね。待って、完璧なタイミングで、頭部を使ってたかと思うんですけども、それをね、知っていたがために、ヒーラーが、ここに、クイヒーのところにいたヒーラーが、ペッカにこうスイッチしなかったんですよ。なんで、体力があるペッカもあっという間にタウンホール14の火力に溶かされちゃって、まあ、この13レベルの火力で13レベルなんですけども、ペッカ溶かされちゃうんですね。一瞬でヒュッと。で、溶かされちゃって、で、後ろにいるスーパービーだともダメージ受けちゃって、で、結構削られてからトウモを出したんだけども、ちょっともう、かかるユニットがいなくなっちゃったっていう状態になっちゃった。ここのね、やっぱりその、難しさっていうのは、ヒーラーのスイッチをいかにスムーズにするかっていうところだったり、あとは壁の中に入れていくときのその、まあ、乱れずにちゃんと入れていく、ばらけずに一点で入れていくっていうその難しさ。まあ、この辺っていうのはやっぱりあるので、よく注意しながら使わなければいけないんですが、まあ、今回のカラーさんのアタック、まあ、その難しさも見せてくれた反面、もうタウンホールをね、
ボツン液管で壊すっていうところだったり、仮にペッカスパビズがやられてしまったとしても、まあ、火力の低めのタウンホール14だったら、もう全然ですね、ヒーラーもいてくれるし、ペットもいてくれるんで、まあ、中盤以降終盤にかけてはヒーローの力だけでも押し切れちゃうっていうね、まあ、そんなところも見ててくれた、そんなアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。結構ですね、この中華式をされる方っていうのはワンチャンこういう、中盤の事故があっても終盤伸びるっていうこともね、期待できるので、まあ、使い方はやっぱいいのかなという気はしますね。まあ、流行る理由もよくわかるかなっていうところです。まあ、でも僕でもね、ちょっと話が長くなって申し訳ないんですけども、どっちかっていうとやっぱり、また突撃艦スパビスに頼りたい派かな。やっぱりね、村が10個あれば1個ぐらい刺さる村があるんで、そういうところを狙ってね、使っていきたい派なんですけども、まあまあ、それが使えなくなってきたら、こういう中華式とかもね、少し、視野に。ただ戦術の幅を広げていこうかなというふうに思いますので、ぜひですね、これからも、まあ、そのような動画いっぱい上げていきます。参考になる動画があればいいなと思いますので、ぜひ今後もご視聴いただけたら嬉しいです。また、今回の動画も、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では本日この辺で動画を終わりにしたというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。